はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。ということで防衛戦4日目騎馬兵強襲やっていこうかなと思います。今回は誰ですか？サポートのネロということで、アカネロになったのか。ああ、また変わったっていう、ネロが水着だ。はあ、なるほどね、ライダー相手には注意しろっていうことですね。はい、わかりました。ということでやっていきましょう。でも逆にキャスターのネロだった場合、ぶん殴ることできるから、ワンチャンぶん殴りながらやっていけばいいんじゃねっていう。今回初めて敵を倒すことができるかもしれないけど、耐久ばっかしてるから結局耐久なんだろうな。はい、ということで、なんか7万のやつがおるから、あいつだけちょっとどうにかして処理しないといけないね。ああ、キャスターネロをとりあえず守れと。鮮やかに決めましょう。あ、フリー力アップしてくれるんだ、いいっすね。で、これ NP チャージどうせ最大じゃないんでしょ。もう最大じゃないっていう時点でね、悲しみを俺は追う。どうしてそうなってしまったんだと思うからやめてほしい。で、奥のやつから倒していかないといけないから、奥倒して、スター、あ、星吸われてるけど、まあいいか、殴るしかないか。いやー、けどまあ、あー、もう4日目だもんなーってすげー思ってる言い方が変かもしれないけど、いやー、あと何日だ。28、29、30、31で、ん、違う、29、30、31かで、とりあえずある程度終わりになるから、そのこと考えたらあとちょっとやなー、マジで。あと少しで来てくれるのは楽しみっちゃ楽しみだな。 6.5 章って思わせといて 6.5 章来ませんって言われたらあれとはなるけど、まあ多分来てくれるよね。これで来なかったらえっていう形になるけど、っていうのもいろいろ思いつつ、アドバンスドクエストが、あ、固まっちゃった。はい、固まったんで、一回再起動してきました。ということで、もうおお、ライラー以外やっぱ倒せるね。っていうか、久々にこんなにちゃんと敵を倒してる気がするって思いながら、コンスタンティノスに1回攻撃が行ってくれたらラッキーって言おうとしたんだけど、行ってくれたからありがたいね。で、このまままたライラー関連がいっぱい出てきたんで、まあそこら辺ちゃんと潰していきますか。で、潰しつつ、宝具貯めておきたいから、まあ、これでいいかな。まあ、クリ力アップがここで消えちゃうから、クリティカルがあんまりできなかったっていうのは仕方がないんだけど、まあまあちゃんと耐久すれば OK っていう感じがあるから、まあなんとかなりそうだね。あと今回に関してはネロが、水着ネロかに関してはガッツ持ってるから、比較的に耐久がしやすいっていうのは結構良かったかもしれないって言ってクリティカルしなかったから、ちょっとショック受けた。えってなって、せめてクリティカルはしてくれ。で、どんだけネロを狙うんや。そんなに狙うっていうぐらいに狙うな。いや、まあ別にいいんだけど、いいんだけど違う、そうじゃないんだよな。で、これどうしよっかな。うわー、2枚あるんだよな。いや、けどクリティカルいけるやろ。1個しかないけど、クリアップ。はい、バスターアーツアーツでよかったいや、やっぱダメだな、クリティカル2段階上がってないときついね、コンスタンティノスでやるんだったら。いや、けど何の話してたっけ。再起動してる間に俺いろいろと裏で作業しまくってたせいで、何の話をするのか全くもっと忘れてしまったけど、まあええか。何だったっけな。あ、そうだ、アドバンスドクエストとかあそこら辺が唐突にね、いろいろ来ましたが、まあどうなんだろうな。なんかあんな感じのやつが来ちゃったからさ、わりかしロードトゥーセブンがいきなり来てびっくりみたいなあるんじゃないかっていうね、淡い期待とかしてるんですけど、まあ多分それないんだろうなって思いつつ、なんか程よく今虚無期間を楽しんでおります。で、あとあれだ、そうだそうだ、今に関してなんですけど、まあ、YouTube でまあいろいろと配信してるんだけど、ショート配信、短い配信とかかなに関しては、多分今後 Twitch とかうまいこと使いながら配信していくと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、特にあれだね、あのサブアカの方で今んところサーバント育成する、あのサブアカ縛りプレイで今遊んでるんですけど、あそこら辺に関してはそうだね、まあ、ある程度時間が経ってきたら育成必要になる。で、育成が必要になるっていうことは周回しないといけないっていう、その裏作業みたいなやつですね、
あれを多分 Twitch とか、まあ、もしくは YouTube の方で配信とかいろいろしようかなと思ってるんで、まあ、気になる方はそちら見てもらえればっていうことを言おうとしたら、これ大丈夫か？あーぶんね。ここで死なないでくれよ、死なないでくれよ。うわーギリギリ残った、あぶないけど何もできない。 NPC チャージのキャラクターもいない、つまり終わったってこと。あーまあ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 、けどとりあえずな、手前さえ倒しておけば OK だから手前を倒しましょう。で2体倒せば攻撃が多分4回になるはずだから、ここのところの攻撃を、コンスタンティノスの体力余ってる方とかに行ってくれるといい、いいな。はい、これコンスタンティノスが別に死んでも大丈夫だよね、大丈夫？更新が地味にあるのかって思ったけど、あそうか7ターン戦った。ああよし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 、よかったよかった。あ絆5になりました、ありがとうございます。はい、なんやねんこれ、微妙に絆上がるんだっていう、そういえば絆4で止まってたなっていうのもあったりはしたんだけど、まあまあまあ絆5に上げれてよかったです。はい、ということで推奨レベルって変わってた？あ変わってないんだ、なんだなんか90とかになって、なんかめっちゃ鬼畜難易度になって、うわなんだこれとかいうのを期待してたんだけど、特に何もなかったんだね。はい、で今のところ出てないローマだった場合、多分ランサーのローマとかあそこら辺が出てなかったはずなので、まあそこら辺が今後出てくれるとおもろいなっていう感じかな。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.